本日2月13日山口県で全日本実業団ハーフマラソンが行われまして、特例としてね大学生が出場されました。丸亀ハーフマラソンが中止ということで、まあ、大学生もね強化の一環として10名の招待、大学生がね招待されたんですけども、日体大のね藤本選手だけちょっと欠場となりまして9名の選手が走られました。そんなね大学生の成績を振り返っていきます。全員9名全員のね走った9名全員の成績を振り返ります。1着に入りましたのが、学生1着、そして全体の4着に入りまして4位入賞したのが駒澤大学のキャプテン山野力選手3年生ですね。60分40秒ということで先頭から2秒遅れの、日本学生新記録ということでかなり素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。山野選手ね、まあ、箱根駅伝とかでも活躍されておりますけれども、まあ、私の勝手なイメージですけど、まあ、なんていうんですかね、積極的というよりは、まあ、一つ一歩下がって走るような選手なのかなと思ったんですけど、この日はね、本当に自分から仕掛けたり、実業団の前選手の前に出るようなね、そんな一面も見れて、まあ、一皮むけたんじゃないかなと思います。今年の箱根駅伝は9区で区間4位ということで、まあ、8区の、ね、鈴木選手がちょっとアクシデントがありましたけれどもメダル圏内に押し上げる、パフォーマンスを見せてくれました。メダルを、ね、見える位置まで、山野選手走りましたから非常に素晴らしかったなと思います。昨年も箱根駅伝9区走りまして駒澤大学の、ね、総合優勝に大きく貢献したんですけれどもそこからね割と順風満帆だったんですよ。トラックでも28分半ばぐらいのペースで走っておりまして、まあ、ロード駅伝だけじゃなくてトラックでも成績を残したんですけどそこから夏から秋にかけて怪我してしまったんですよ。そして出雲駅伝全日本大学駅伝は欠場ということで、まあ、悔しい思いをしたと思います。箱根駅伝もね万全ではなかったと。その中で区間4位でしたから、まあ、それでねそこから1ヶ月余りでここまで仕上げてきました。そして日本学生新記録を樹立しましたので、まあ、最終学年、まあ、キャプテンと名門のね駒澤のキャプテンとして最終学年ね期待したいなと思います。そして学生2番に入りまして全体の8番、8位入賞したのが国府学院大学1年生の山本歩夢選手。60分43秒先頭から5秒遅れということで最後まで先頭集団におりました。この記録は國學院学内記録ということで、まあ、國學院ね素晴らしい選手たくさんいますけれども1年生ながら國學院の歴代の最速タイムを樹立されました。山本選手ねもう本当世代トップクラスでしたね。昨年高校生ながらおととしか11月ですね、5000m13 分48秒をマークしまして世代トップクラスに名乗りを上げました。箱根駅伝では、3区を走りまして61分59秒、1年生ながらね61分台で走られました。11月のね1万メートルでは28分41秒ということでもう本当に将来有望な選手かなと思います。まあ、國學院大学の1年生というとね平林選手がおりますから、まあ、平林選手ね長い距離めちゃくちゃ安定してますね。出雲全日本箱根すべて走った平林選手すべてで安定して姿を見せてくれましたから、まあ、平林選手と山本選手でねチームを引っ張っていただいて、まあ、最終学年になる頃には、箱根駅伝でね優勝を狙えるようなそんなチームを目指していただきたい、そんな風に思います。そして学生3着に入りましたのが東洋大学2年生の松山和樹選手、60分43秒、8位入賞したね山本選手と秒差なしのタイム差なしの、60分43秒入賞こそ逃しましたけどやっぱハーフの距離めちゃくちゃ強いなと思います。名門東洋大学で1年生ながら箱根駅伝2区をね任せられました。今年も2区を走りましてそれぞれね、日本人2番ということで好タイムですね。67分ちょっとで駆け抜けてますからもう来年はね66分台で走るんじゃないかなと思いますけれども本当にハーフの距離強いなという印象です。このね、東洋大学の記録っていうのはこの記録って東洋大学記録なんですけれども従来の記録は相澤晃選手と設楽啓太選手がね2人が同タイムで学内記録持ってたんですけど松山選手が塗り替えました。松山選手は学校石川高校出身でもう高校時代からねトップクラスの選手でしたからまあ本当大学入ってね全日本はちょっと外してしまったんですよ。ただあとはね東洋大学ってちょっと レースにそんな出ないんでね松山選手が元気な姿っていうのがなかなか見かけられないんですけれどもただですねやっぱ本当強いなという印象を受けました。まあ
3年生にね4月からなりますから、まあ、上級生となってまた1段ね1ランク2ランクレベルアップしていただきたい。本当に将来が注目有望な選手だなと思います。そして学生4着に入りましたのが駒澤大学1年生の篠原幸太郎選手、61分1秒ということで惜しくも1時間1分切りならずということですけれども、ここまで走れるとは思わなかったですね。正直 1500m ね、3分40秒台の選手でもうめちゃくちゃスピードランナーなんですよ。1500を得意としておりまして、まあ、高校時代もね1500本当に力あったんですけれども、1年前までですね 5000m 高校時代14分30ぐらいの選手だったんですよ。それがね1年足らずでここまで来るということで、まあ駒澤大学の、ね、育成力そして本人の、ね、努力ももちろんだと思うんですけれども、本当に力のある選手に育ったなと思います。特にハーフの距離ねここまで走れるとは予想してなかったので本当に強いなと思いました。全日本インカレ、9月に行われました全カレでは 5000m 準優勝、優勝は青山学院大学のエース、近藤選手ですね。近藤選手にわずか2秒差で負けましたけれども見事準優勝しました。出雲駅でもね1区で区間8位とちょっとね順位だけ見ると物足りないんですけれども、先頭が見える位置で襷を渡しましたから、まあ、しっかり役割を果たしました。ただねそこからちょっと故障の情報もありましたし、まあ調子が上がらないということで、全日本箱根はね走ることなかったんですけれども、まあ2月のこの時期にね1年生ながら2月でこれだけの走りができるっていうのは本当に楽しみだなと思います。まあ本当に篠原選手ね1500が得意だったので、まあスピードはもちろんなんですけども、スタミナがねやっぱり大学入ってかなりついてきた印象ですから、まあ得意のスピードにねスタミナがつけば間違いなく速くなり強くなれますから、今後も期待したいなと思います。そして5着に入りましたのが同じく駒澤大学、駒澤大学2年生の花尾恭介選手が61分37秒。花尾選手はねもう長い距離とにかく安定してますよね。優勝しました林田選手の同級生、同学年なんですよ。インターハイでもね戦った選手なんですけれども、まあ、この日はね林田選手が勝ちました。ちょっとまあ林田選手ね大学経由せずに実業団ランナーとなりましたけれども、本当に強いなという印象と、まあ、花尾選手もね負けじと頑張っていただきたい。まあ、この世代本当にね有望な選手が多くて、順天堂大学の三浦龍司選手、箱根駅伝1区で区間新記録をマークした吉井選手だったりね、まあ、駒澤大学の2年生世代も本当に花の2年生世代、箱根駅伝ね半分以上ね2年生が走りましたから、そういう意味でも花尾選手ねぜひね積極的に走っていただいてチームを引っ張っていただきたい、そんな風に思いますけれど思います。まあ関東インカレのハーフマラソンも準優勝しておりまして、ハーフの距離ね本当強いなという印象を持ちました。本当に来年以降もね4月以降3年生になりますけれども上級室になっても期待したいなと思います。そして6着に入りましたのは順天堂大学の伊予田選手、伊予田選手は62分11秒、3年生ですね、箱根駅伝準優勝に大きく貢献されました。箱根駅伝では3区を走りまして61分19秒ということで好タイムでしたね。タスキを受けた時点は17位、そこから7人抜きの10位ということで一気にねシード圏内まで押し上げるようなパフォーマンスを見せてくれました。まあ、伊予田選手の特徴とすれば駒澤大学の花尾選手と一緒でね大きく外さないんですよ。本当に出雲駅伝では、主要区間の1区を走りました。全日本大学駅伝もエース区間の3区を走りまして、それぞれ区間5位だったんですよ。だからしっかりまとめる選手だなと思います。まあ、優勝こそね大きい大会の優勝のタイトルはないんですけれども、確か全日本ね、全日本学生ハーフ3月に行われる大学生の全国大会でも昨年、6位に入賞しております。まあ、本当に外さない選手だなと思いまして、まあ、この日もね、まあ、トップは60分台ですけれども、しっかり62分11秒でまとめましたから、これをね非常に評価できるんじゃないかなと思います。来年、4月から最終学年となりますけれども、期待したいなと思います。そして学生7着に入りましたのが順天堂大学の石井和樹選手、62分20秒。まあ、石井選手もね駅伝ロードで全く外さないですよね。まあ、全日本大学駅伝はちょっとね外してしまいましたが、それ以外はもう高校時代から全く外さないですね。高校時代からもう全国トップ級のね力持ってますから、この経験を4月から、まあ、3年生上級生となりますので生かしてほしいなと思います。順天堂大学同期にね
三浦龍司選手いますから、いい刺激もらってると思いますので、頑張っていただきたい、そんな風に思います。そして学生8着に入りましたのが、国学院大学4年生の藤木浩太選手、63分30秒。4月からね、名門旭化成に入社が決まっております。この日はね、ちょっと苦しかったかなという印象ですね。順位もね、123位ということで、上位争いから大きく弾き出された形となりました。ただ箱根駅伝はね、1区で区間6位ということで、流れをね、大きく失わないような走り、むしろ流れを作ったようなパフォーマンスを見せてくれました。1万メートルも28分10秒ということで、トラックのね、実力もありますから、この経験をね、ぜひ4月から名門旭化成で生かしていただきたいなというふうに思います。そして、学生9着に入りましたのが、東海大学1年生の越春太選手、63分38秒ということで、順位もね、120番台で苦しい走りとなりましたけれども、いい経験だったんじゃないかなと思います。星選手は箱根駅伝7区をね、区間3番でまとめまして、最終的に東海大学終わってみればシード圏外で11位に終わってしまいましたけれども、星選手はね、一気にシード圏をね、もう確実にするんじゃないかってぐらいの走りを見せてくれました。1万メートルも1年生ながら28分48秒ということで、本当に星選手ね、将来有望な選手かなと思います。シーズン前半はね、そんなにいいような、結果が出てなかったと思うんですけれども、ただね、やっぱり佐久長聖高校出身だけあって、駅伝力あるなと、調整力があるなというふうに思います。中学時代からね、トップクラスでした。都道府県対抗駅伝もね、走られましたし、高校1年生の時は宮古寺全国高校駅伝で2区3キロ区間ですが、区間賞を取っております。そして箱根駅伝もね、割と結果残しましたから、4月から2年生となりますけれども、本当に楽しみだなと思います。ということで、本日2月13日に行われました全日本実業団ハーフマラソン、特例招待選手として出場された、全9名の大学生の結果を振り返りました。もう本当にタレント揃いのメンバーがね、今回走りましたけれども、本当に将来が楽しみな選手たちばかりだと思います。今後にね、期待したいなと思います。以上。